海が鍵だとは思えない。確かに海には精鋭がたくさんいて、時折牛のように気が狂い、右手で嵐を運転しながら雲を踏んで襲来し、ヤシの葉をむしり船を盗み砂を飛ばす、ヤシの葉をむしり船を盗み砂を飛ばす。そして水平線へ戻って、空の裏側へ隠れ、グラ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 眠る。しかし海は神ではない。鳥の小さな目が上から海を見下ろしてはいても、海は広がりと空虚、いつでも一個の入れ物だから、そんなわけで、うわー。